少しフラットに近い状態で当ててボールのスピードを出す、まあ、もちろんエースを取りに行くわけじゃないんですけども、相手にとって同じスライスの構えから違うボールが飛んでくるということを、ここでお伝えしたいと思います。同じことを言えるんですけども、ここではバックハンドのスライスに関しては回転量を多くしてよりバウンドした後に弾まないようにする。逆に言えばフォアハンドは同じようにスライス回転をかけて弾まないようにもできるけども、必要に応じてフラット面に近い状態で当ててスピードを出す。それによってフォアハンドのスライスとバックハンドのスライスのボールの質の違いが出てくる。丁寧にスライスをかける。準備段階で相手にとって大きな違いが分かると、あ、これは早く打ってくる、強いボールを打ってくる、または、あ、これは普通のスライスを打ってくるだろうという相手の中で予測が立たないように構える、または準備をする段階まではできる限り変化がないようにしてください。その代わり当てに行くとき、若干強く当てに行くときは